「とおり,り言わざれどもしもおの図から刑をなす」とは確かに「智者の言」である。もっとも「とおり言わざれども」ではない。実は「とおり言わざれば」である。 偉大民衆は人格や事業の偉大に狼落されることを愛するものであるが偉大に直面することは有史以来愛したことはない広告 種々の言葉『紗崎紋作君のためには佐々木君をけなしたのではありません』『佐々木君を認めない批評家をあざけったものであります』こういうことを広告するのは文藝春秋の読者の頭脳を軽蔑することになるのかもしれません。 しかし実際ある批評家は佐々木くんをけなしたものと思い込んでいたそうでありますかつまたこの批評家のありうも少なくないように聞き及びましたそのために一言広告しますもっともこれを公にするのは 私のほついではありません実は先輩里見と,とんくんの先導によった結果でありますどうかこの広告に憤る読者は里見くんに非難を加えてください「シュシュの言葉の作者」 追加広告前景の広告中「さとみくんに非難を加えてください」と言ったのはもちろん私の冗談であります実際は非難を加えずともよろしい私はある批評家の代表する一団の 天才に敬服したあまりどうも多少普段よりも神経質になったようであります「同情再追加広告」「前景の追加広告中」 ある批評家の代表する一段の「天才に敬福した」というのはもちろん反語というものであります。道場芸術 画力は300年、書力は500年、文章の力は千個無休とは、王政帝の言うところである。しかし、敦煌の発掘品等に調すれば、書画は500年をけみした後にも、依然として力を保っているらしい。のみならず、 文章も千古無休に力を保つかどうかは疑問である観念も時の支配の外に朝前としていることのできるものではない我々の祖先は神という言葉に異憾即体の人物を彷彿していた しかし我々は同じ言葉にひげの長い西洋人を彷彿している。これは一人神に限らず何事にも起こり得るものと思わなければならぬ。また私はいつか 祭写楽の似顔絵を見たことを覚えているその画中の人物は緑色の光輪波を描いた線面を胸に開いていたそれは全体の色彩の効果を強めているのに違いなかったが拡大鏡に覗いてみると緑色をしているのは 六章を生じたた。金色だった私はこの一枚の写楽に美しさを感じたのは事実である。けれども私の感じたのは写楽の捉えた美しさと異なっていたのも事実である。こういう変化は文章の上にも やはり起こるものと思わなければならぬまた芸術も女と同じことである最も美しく見えるためには一時代の精神的雰囲気あるいは流行に包まれなければならぬ またのみならず芸術は空間的にもやはりくびきを負わされている一国民の芸術を愛するためには一国民の生活を知らなければならぬ当選時に老子の襲撃を受けた イギリスの匿名全権サール・サー,サーフォード・オルコックは我々日本人の音楽にも騒音を感じるばかりだった彼の「日本における三年間」はこういう一節を含んでいる我々は坂を上る途中 ナイティンゲールの声に近いウグイスの声を耳にした。日本人はウグイスに歌を教えたということである。それはもし本当とすれば驚くべきことに違いない。元来日本人は音楽というものを自ら教えることも知らないのであるから。 第,2巻第29章「天才」「天才とはわずかに我々と一歩を隔てたもののことである」「ただこの一歩を理解するためには」 百里の半ばを九十九里とする超数学を知らなければならぬ。また天才とはわずかに我々と一歩を隔てたもののことである。同時代は常にこの一歩の 戦利であることを理解しない恒代はまたこの千里の一歩であることに盲目である同時代はそのために天才を殺した恒代はまたそのために天才の前に功をたいている また民衆も天才を認めることにやぶさかであるとは信じがたいしかしその認め方は常にすこぶる滑稽であるまた 天才の悲劇は、こじんまりした居心のいい名声を与えられることである。また、やそ、我、笛吹けども何時ら踊らず、彼ら、 我ら踊れども、何時たらわず。